皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、9月の2日、18時24分、本日も、撮影に行ってきました。かまど発電で使えそうな、竹や、耕作放棄地などの撮影です。まあ、あの辺りだったら、神戸北高校、まあ、かまど発電を設置したと想定してですよ。全然昔から何事も話進んでないんですよ。本当のところ。昔からね、六甲さんの、六甲牧場の近くの学校とかで、かまどをね、暖房器具として使ってるっていうのは、新聞とかでも載ってたのは知ってるんですよ。それよりも、かまど発電の方なんですよね。結局、運動部とか、体鍛えるでしょ。それだったら、時間給をもらいながら、まあ、火の元となる、燃料の元となる、枯れてる竹をメインに、まあ、色が変わり始めた竹でもいいですよ。ちょっと、買っといて、何日か放置していたら、水分抜けますので、まあ、何週間かというような形でいいと思いますよ。で、火が、つきやすくなります。で、まあ、今日の撮影については、冒頭の出だしが、まあ、先ほどの続きですけどもって言ってるんですけども、家の周りから、家の方から、田尾寺駅から、吉尾ランプの方へ向かって、歩いて行って、畑町の方をぐるっと回って歩いて、ぐるっと一周して帰ってきてるんですよ。で、その間の、まあ、本当はね、コンクリートで、こう、横と底を完全にコンクリートで覆っている畑が、一回見たことあるんですよ。そこは、いちいち水路を引かなくても、水が長い間貯水できるんですよ。雨が降っただけで。で、そういう賢い作り方の畑もあるんですよ。その、建築業界の人たちとかも、まず貿易輸出入でね、小麦を日本は毎年400何十万トンも輸入していると。その辺のところを考えたときに、もともとオランダは農業を他国に輸出している農作物ですね。で、まあ、ウクライナさんもそうなんですけども、基本的に農業が強い国の方がといったらおかしいかもしれませんけども、まあ、特許とかの、まあ、貿易金額とかもあるんですよね。特許の輸出に置き換えての金額。販売価格の 2.5% なんです。特許って。所有者の人にね。で、まあ、アメリカが1位、2位が日本。第二次世界大戦が終わった後、ごめんなさい。ちょっと話横道にそれすぎましたので、ちょっと話、畑とか、あんまり、まあまあ、まだ、聞かれてる方とか、高校生の方とか、こういう話を具体的に聞いて、撮影してるところとかね、周りのその奥の方のところに、まあ、畑町に畑があって、あの辺りって、まあ、農家の方たちが多いんですけども、ああいう家の方たちでね、自家用のかまど発電とかを設置したり、神戸市で言ったら、あとは、黄金の方、黄金って、言われてもなかなかわからないと思いますけども、神戸市北区のかなりの山間部のところです。電車の駅からかなり離れてるところです。そういったところで自宅でかまど発電とか行ってもらって、売電しながら冬、暖を得ると。太陽光パネルが設置された時に、冬場、発電能力が低下するんですよ。まあ夏場もそうらしいんですけども、ちょっとその辺のところを、まあ、河川水門解析ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、まあ、地熱発電、風力発電、まあ、風力発電の方はちょっと安定感がないんですけども、まあ、うまく調整して、夕方からも、しっかりと電力がある程度の時間帯までは得れるようにしておかないと、まあ、電力のピークっていうものは基本的に工場が終わって、通勤が終わったぐらいの時間帯、まあ、だいたい20時ぐらいの
時間には大抵の方は家に帰宅されるじゃないですか。まあ学生さんも運動部とかもあって、それまでの間、まあどうにか電力を、で、あとは、まあ蓄電池とか、まあそういう池、もともと水の中に電気が蓄えれる。で、それはそれで僕のホームページ、IKS 君力の40番台のところに、掲載しています。ちょっとね、話がだいぶ逸れましたけども、この動画を、つなげておきます。御社駅からちょっと、有料道路の方へ歩いていったところです。を撮影しました。以上です。先ほどの続きなんですが、あちらが、藤原台、南町の方ですね。こちらの道が向こうへ行くと、まっすぐ進むと、まあ途中で左手に曲がるような形になっていたかな。まあ三木市の方に行きます。こちらは6個来た有料道路、まあそういうところなんですけども、あの辺が耕作放棄地で、ここの下も耕作放棄地。結構耕したら小麦粉を作れると思いますよ。で、あの辺は竹の林で、もう大体枯れてるもので、あの木とかもバイオマス発電用でいいと思いますね。下の方とかは木材として綺麗なところはあるかもしれません。まあ、あの辺りも同じですよ。もう竹林。まあ100メートル以内でかなりの枯れてる竹採取できますね。まああの辺りもそうですし、まあもうちょっと先まで行ってみます。ちょっとね、以前来た時はどこか幡町あたりかな、この有料道路までの間のところで、コンクリートのね、畑田植えするかなどうかなの時期に見に来てあったんですよね。で、ああいう風にしておけば、まあその水がそもそも畑の中に貯水しやすくなるんで、そこに抜けていくわけじゃないですから。で、先ほどの有料道路の続き、まあこの辺もね、伐採すべき、まあ、竹とかね、もう枯れ始めてたり、色が変色していて、これなんかもうツタ巻いているけども、ツタごと、バイオマス発、まあ、かまど発電に使用したらいいんですよ。で、もうこの辺の金属も回収して溶かして、使用すると。まあ、入っていくところをどこから入っていくかですね。ちょっとだけね、段差あるんで、まあ、気をつけてもらって、まあ、これぐらいだったらもう転ぶ人なんかなかなかいないでしょ、運動部で。まあ、この辺から入っていってもいいでしょうし、あちらの方にね。まあ、いろんなところでそういうポイント、入っていくところのポイントがあるんですよね。で、まあ、こういうふうなところも、建築業者さんなのか、もう多分ほったらかしになってるんじゃないかなと思います。あの霧に向かってはしごが立てかけられているところ、まあ何なんでしょうね、廃材とかも、もう、ま、バイオマス発電、まあ途中でその幡町の農家さんのところで、まあこの道もちょっと行ってみようかなとも思ったりするんですが、ちょっともうこのまま撮影しますね。前に進んで。一応向こうに御社駅っていうところがあるんですよ。だから向こうの方とか、まあこの辺りだったら軽トラに御社駅まで運んで、御社駅で、神戸電鉄の、採石車、あれに、採石したものをね、線路に敷き詰めていく、車両があるんです。ああいうふうなもの、まあ、貨物列車と呼んでいいと思います。そちらに、乗せて、北港まで、輸送と。で、北港でかまど発電と。まあ、そういうふうな形が良いかと思います。さすがにこの距離はね、ちょっと人間が手で持って運ぶのはちょっとね、タイムロスが大きすぎるんで。まあ、どこ見ても、両サイドとかも、どこ見ても、すごい量の枯れてる竹と、あと変色が始まってる竹でいいですよ。最初、間伐していくの。で、そのうち、枯れてる木とか、すぐ見つかりますから。あとは、倒木の木とか。
うちょっと先まで歩きますね。道路沿いだからここ分かりやすいと思います。先ほどの続きです。あちらの方を撮影していました。でこちらの方にも竹の林、枯れてるものいっぱいあります。放っておいたら刈り取った後まだそこから新しい竹の子が生えてきて竹になるんでね。あとまあ木もこういう風にこう横に出てきてるような木、ああいう風のももう切っといた方がいいですね。台風の時とかに倒れてくる可能性がありますから、まあ傾斜角度とあとその木が腐り始めてないかどうか、中が空洞化始まってる木は空洞化始まってますんでね、急に折れてくるんで、その辺のところ、しっかりと伐採していただきたいなと思います。でバイオマス発電もしくは、木材業者さんにまあ加工していただくと、まあ、あの辺りもそうですね。まあミニストップさんが目印になると思います。動画の続きを、先ほどまで、ご覧になっていただいてたと思うんですけども、まあ、ビデオエディッターという機能を使ってパソコンで、動画をつなぎ合わせています。で、まあ、ある程度歩いたところまでで動画の撮影、終わっています。で、そのミニストップの、近くのところまで、撮影していたと思うんですけども、そのまままっすぐ歩いていって行っていただいたら、まあ、大体五社駅の近くまで、出るような形になっています。まあ、その辺見ていただいたらね、五社駅降りて、ああ、大体、有料道路の方は地図見たら、ああ、この道だなっていうのは大体わかるんで、まあ、北高校の皆さん、まあ、学校の先生とかね、部活動の、監督コーチの方たち、に、道誘導してもらいながらでいいんじゃないかなと思います。まずは近隣の、ね、駅の近くからだと思いますよ。で、神戸電鉄さんの採石車に乗せさせてもらって、で、北高校まで運ぶと。その全ての駅通過しますからね。ギア比一回上げたら、もうそのままほとんど惰性で走っていくんで、あんまり軽じゃないですよ。上に上がったり下がったりとか。だから効率ものすごくいいんですよ。走るね、電車だったらバッテリーとかいらないから、電気自動車最終的なところまで考えたら、もうそこを最初から癖つけといた方がいいっていうことになりますからね。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、あとこういう風な動画を淡井さんっていう人が、掲載してるから、みんなこれ見て勉強しなきゃダメだと思うっていうこともね、皆さんで、保護者の方含めて、話し合って、広めていただけたらなと思います。チャンネル登録していただいて、あと、日々僕がホームページ、YouTube にアップロードした内容を、着信で届くような形に自分で設定できるんですよ。その辺のところを各自で設定していただいたら、僕は日々どのような動画をアップロードしているかっていうことを見ていただいて、ニュースの実態とかね、現実社会っていうことをご理解できるかと思います。もう最終的に頼れるのは自分ですよ。もうそういう段階まで来てます。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。それとみんなで協力し合わなきゃならない。できるだけ、知識が豊富な人の言ってる内容、エネルギーの残存量問題、資源の残存量問題、日本でいうと少子化問題、まあ先進諸国どこも当てはまります。もうこういった形で、まあ建物老朽化問題だとか、片や建物建てすぎてる問題だとか、地震がなぜ発生するのかっていうところでね、僕はしっかりと本当のことを言ってるんで、一斉崩落です。中は空洞広がりすぎてるんです。地面の底でね、河川の底も、だんだん、ひび割れができたら、そこに水と一緒に砂が入っていったり、小さな石とか入っていくでしょ。そしたら、その上で当たって、徐々に削れるんですよ。で、河川の底も、まあ、大体の河川は、大抵のところは、そこを一回、コンクリートでね、軽くね、ひびの間を埋めるような形でね、舗装したいなっていうところが、まあ私の、思ってるところです。それで河川水門開閉式ダム発電もだいぶ話変わってくると思いますんで、あと河川の土砂の、撤去、こういったところも人間の
力でね、スコップ、大きなスコップでね、河川から土砂のかき出しを行うこと、ガソリンなんか使って負けですから、本当に。一応言っておきますね。貿易輸出入、2012年のデータで、海外から日本が仕入れている、石油、15兆円以上。石炭が約、まあ、3兆円ほど。で、ガスが約 7兆5千億円ほど。ね、貿易輸出入で、プラスマイナスで見た30兆円、変わります。河川水門開式ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、マグマ発電とか、地熱発電とか、太陽光パネルを屋根に徹底的に貼り付けて、みんな使う方はいつも通り。もう屋根の上を明け渡してくださいっていう法律が必要。電力会社にあとはお任せ。で、みんなは使ってもお金をいつも通り払うって、それだけ。で、そう、かまど発電とか。とにかく発電できるもの全部すべて。で、早く電気自動車化。それしなかったらもうエネルギーが底つきで終わり。石油とか石炭とか、掘れるところの限界ある。もうロシアなんか1万5000メートルそこまで掘ってくれてるから。本当にロシアとウクライナは変な戦争のニュースが見ていて、もう話ごちゃごちゃになったらもう人間終わり。本当に。もう報道の悪い遊びもなんとかせなあかん。けど、読まされてるのも、小木さんは交通機動隊の人。もう話めちゃくちゃ。一回もテレビ局合併した方がいい。で、本当の話します、謝罪会見しますからで、話進めた方がいい、どういう状況だったかっていうところね、国連の変な司法裁判所の国民からの意見が聞きたかったのか、それも一体何年前の裁判のことだったのか、1900年代の頃の裁判だと思いますよ、ロシアとウクライナの件だったら。今もう国連加盟国だから、もう戦争なんかしないしない、もう悪い冗談が過ぎる。ということで、皆さん、できるだけね、僕の動画見ていただいて、いろんなこと勉強してください。それから社会出なかったら、もうすぐ訴えられます。法律に強い人に。本当です。以上です。